来ました。あ、こんにちは。こんにちは。今日はですね、南洋幻想という古典の場所に来ておりまして、この近くの駅から非常に早いですね、ここに来るのが。そうですね、はい、でこじんまりとした素敵なあのギャラリーで、ここでは何回目になるんですか。今回で2回目になります。あ、それでですね、上村さんの後ろにでっかいなんか素晴らしい絵があるんですけど、これについてちょっと説明いただけますか。タイトルはパラオの夢という作品で、はい、使っている画材は油絵の具になります。あ、これ油絵ですか。そうですね、2016年に初めてパラオに行きまして、はい、その時の体験を元にしながら、パラオのいい意味で何もない、綺麗な星空を、あ、上が星空ですね、はい、描いた作品です。このちょっと丸みを帯びた島というのがパラオでよく見られる特徴的な島の形で、可愛らしい形をしていますから、うん、マリンツアーなんかに行った時には、こういった島を見て楽しんでいただける方もたくさんいらっしゃいます、うん、なるほど。ここに飛んでいる鳥は白尾熱帯鳥という鳥で、白い尻尾が特徴的な鳥です、うん、パラオの空をすると飛んでいく姿がとっても綺麗で、絵にもよく描くモチーフの一つです。その島は何か特徴、材質というか何からできてるんですかね。サンゴ礁からできているので、はあ、海の波で削られていくような材質ですから、だんだん下の方がこう削られていって丸みを帯びたこういう形になっていて、それではよく分からないけど、その右のやつではちょっとそんなキノコのような感じになってますね。そうですね、下の方が下のが削れてね、はい、ああそうですか。その削れたのはそこに沈んでるんですか。なんか面白い話はないんでしょうか。だんだん削られたものがですね、一つのエリアに流れ込んでいって、はい、堆積してミルキーウェイという観光地の一つになっているんですが、乳白色の綺麗な湖が一つパラオにはありまして、あ、そこに流れ込むような、うん、そうですね、それはもう完全な自然現象なんですね。そうですね、あ、そうですか。ここには何回ぐらい今まで行かれました。パラオに4回ほど行きました。4回ぐらい、ああそうですか、分かりました。じゃあそれだけにね、今集中してもあれですけど、ちょっと全体に今日は何点ぐらい出されたんですかね。全部で20点あります、ね、20点で、はい、一番大きいのが今のこのブルーのね、はい、これの絵ですね。そうですね、あ、20点ぐらいで、あ、そうですか。実はですね、私が前からあの上村さんに賞をもらったらね、インタビューしようということで、なんか今日はその絵がないそうですけど、あの賞をもらわれた絵があるそうですけど、それちょっと紹介いただけないでしょうか。こちらがそうですね、これ冊子で春陽展特集というものなんですけれども、岩壁の作品、はい、あ、これですか、はい、大きさは130号ですから、ものすごいでっかいですね、はい、縦がおよそ160センチで横が190センチほどの大きな作品です。これで、どういう賞をもらわれたんですか。南王子はじめ賞という賞ですね。作家さんの名前なんですけれども、春陽館に、寄付された方の名前がついた賞です。なるほど。これ賞金出るんですか。それは、まあ、あまり期待できない。それは、ね、いやいや、そんなことはない。あ、じゃあちゃんと出てるの。それはなかなか僕の口からは言えないけど、じゃあ出てるようですね。ただまあとても励みになる。あ、そうですか、はい、わかりました、じゃあ今年はね、いろんな古典いろんなところに出されて、はい、大活躍ですね。あ、そうですね、展覧会の機会には恵まれてたくさんの方に作品を見ていただけています、はい、あ、そうですか、はい、ますますね、これからも活躍されて、ね、若い画家として世の中に飛び出してもらって有名になってもらいたいですね。頑張ります。はい、じゃあ今日は以上にさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。拍手が出てますね。はい、じゃあ以上にします。ありがとうございます。